こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回は新しく搭載された機能ライブリダイレクトについてお話をしたいと思います。はい、ライブリダイレクトのイメージをまとめてみました。これはね、ライブ配信とプレミア公開動画で利用できます。はい、こちらがね、あなたのチャンネル、そしてあなたが登録してるチャンネルで、ライブ配信またプレミア公開が終わった後、視聴者をあなたのチャンネルのライブ配信やプレミア公開動画に誘導できるっていうのが、このライブリダイレクトの機能でございます。もちろんね、その逆もできます。じゃあこれ、前もって設定をする必要があるんですけれど、まずね、これチャンネルのリダイレクトを許可するユーザーアカウントを登録しておくっていう設定と、私が登録しているチャンネルからのリダイレクトを許可するっていうね、2つの設定を行う必要があります。ではね、実際に確認してみたいと思います。 YouTube スタジオチャンネルのダッシュボードのページです。左側のメニューの下から2番目、設定をクリックします。はい、そうしますと、設定のボックスが表示されます。左側のメニュー、コミュニティをクリックします。はい、そうしますと、自動フィルターのタブの真ん中付近に、ライブリダイレクトの項目があります。読んでみます。他のクリエイターがあなたのライブ配信、またはプレミア公開に視聴者をリダイレクトできるようにします。ライブリダイレクトに選択できるのは、今後の配信が予定されているコンテンツ、または現在配信中のコンテンツに限られますって書いてますね。はい、その下にチャンネルへのリダイレクトを許可するユーザーを追加します。はい、いわゆるね、チャンネルですね、アカウント、ここにね、追加します。でその下、ここに書いてますね、ライブリダイレクトを承認するユーザーのチャンネル URL を貼り付けますって書いてます。そしてもう一つ、私が登録しているチャンネルからのライブリダイレクトを許可する、この先頭のチェックボックスに、チェックをね、入れておく必要があります。はい、その設定が終わったらね、このような感じでね、視聴者を誘導することが、できるようになります。まあ、これ前もってね、リダイレクトを使いたい相手にちょっとお話をしておいた方が、まあ、スムーズにいくのかな。ライブ配信プレミア公開が終わった後に、次はね、なんとかチャンネルでライブ配信が始まりますよみたいなことを告知してあげると、視聴者もね、あ、行ってみたいな、見てみたいなっていうような気持ちになってくるんではないかなと思ってます。もちろんね、まあ、何も言わなくても、視聴者をね、誘導することができます。今回は新しい機能ライブリダイレクトについてお話をしました。まあ、これね、インターネット上でコラボができるというかね、次から次に、他のチャンネルのライブ配信や、プレミア公開動画を、紹介できる、ユーザーさんに見てもらうことができるので、まあ、面白い機能ではないかなと思います。はい、ぜひね、このライブリダイレクト機能をね、使ってみてください。はい、ということで今回はこの件で失礼します。 YouTube について作ってほしい動画ございましたらね、コメント欄にリクエストよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。